どうも、井上馬でございます。ノーミルクサトロです。今日もやってきましたよ、ミルクサッカーカーでは今日こちら、ドン出た。いや、もう迫りに迫ってきた<ぁ>日本代表 VS エルサルバドル戦の話、その1。あや,やってきました。<laughs> もうね、あの、合宿と様子とかが映像出てますもんね、<laughs> そうですね。うん、ね。あ,あ,あの、とはいえ、あれだったんですね、6月12日からやっと合宿が始まったとのことで、 思えば、なんか、シズ終わって時間あるかなって思ったけど、いろんなね、奥の瞬間とかもあったので、まあ、代表合宿の期間としてはいつも通りの短い1週間ぐらいのものという、な,なるほどね、あどねまあ、しっかり休んでからっていうのも大事ですもんね。そうですね。ははははで、まず、あ、皆さん、その合宿の様子とかも、もうなんとなく出始めてるところから考えてたんですけど、僕は、うん、ーバックだね。あ なんでもちんとなくそしてねまず、あ、さ今回下には書いたけど、はあまあ、ほぼほぼあの札幌みたいな325みたいなそういう超攻撃フォーメーションです今回恐<ー>らく。ななんで分かってんのそんなの。 っていう話をちょっとしていこうと思います。今日も皆さんよろしくお願いします。あの千葉なんだよ。高いビルに部屋持ってるの先生。ええと実は土地の権利証がここになんてことでないんだけど。土地持ってたらすごいなビルじゃん。とことでよろしくお願いします。はい。ということでビル赤松チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい。でいきなりすぐ話したいんだけど。はいはい先に見てもらえたのはこちら須麻さん。なんでしょね。もう忘れたでしょ。はい。ドン。はい。 はいえー、なんだこれはというものが現れましたえこ,こ,このメンバーは、えー、こちらですね、はい、2019年6月9日に行われた、はい、なんと4年前にも日本はエルサルバドルと戦ってましたーああそう見るわけ始めてたんですけど全然記憶にも僕あんまりないんですけどね宮城で、はい、へえ<ー>あれすみません竹デビュー戦あたりのところですあ<ー>日本代表ああ はい。はい、で、その時のスタメンを持ってきましたら、らなんとエルサルバドル相手に思えばスリーバックやってました。なるほど。はい。当時のスタメンがゴールキーパーシュミットさんで、ディフェンダーが冨安、正知、畑中。うん、で、ボランチに橋本健人と小林幸が入り、うん、両アイドに伊藤純也と原口元気。うん、で、堂安、南の長井健介。こんなフォーメーションだったへー。へー どうなん長いの、2得点で勝利。どうなんですよちょっと忘れててますけどねっていうところで、はい、あと他にもまあ何かベンチメンバーとかもいたんですが、うん、あのちょうどこの時ってすごい大変でというか、はい、あの森保監督ってやっぱり東京オリンピック世代もね、率いてたってのはあるんだけど、うん、あのフル代表はここまで、えー、コールエルサルバドル戦やったあと1週間があのコパに行ったんですよ。でプラスあのー アンダー20ワールドカップなんてものがあったり、三笘くんや旗手くんはあの、トゥーロン国際なんてものに行ってたりだとかで、はちゃめちゃに代表がたくさん活動した時期っていう。その時だ。 で確かに吉田選手とかは奥だったんですよね、なんか休みに与えられたみたいな、そんな感じだったような気がするので、だから何人かいない人もいるよって感じになる。だから今回もちょっと似てるのが、吉田麻也さんとか酒井宏樹さんもそうだし、うん、あと、なかなか中山雄太さんだったり、冨安さんだったら怪我人も結構多いっちゃ多いじゃないですか、うん、ある意味、状況が当時にちょっと似てる部分はあるんですよね、パリ組もね、今、欧州遠征行ってるし、アンダー2州組はワ,ワールドカップ終わったところ。 ってところがありますから、サイドバック不足してるってところがあるから、今回思えばディフェンス登録者が6人しかいなそもそもいなかったってのがあって、うん、森保監督は、まあ、この人数、2試合しかないし、この人数で十分っていう話もされてましたけど、うん、おそらくは前回のこのエルサルバドル戦同様、3バックをやるんじゃないかってことが、佐藤的な推察でございますこれはあの向こうのフォーメーションとの噛み合わせなのか、<laughs> それとも力関係といいますか。 あのね、コラさん、はい、両方だなっても思いました。ほうほう,ほうほうほう。はい。まあ、というのも、あの、ちょっと右下にちょっと書いてるんですけど、うんはい、これは、そうそう、あの、うん、当時もね、あの、エルサルバドルってこの4141みたいなフォーメーション、うんまあ、一応451って書き方されてるんですけど、うんはい であと、もう一個戦う今回、ペルーとも、大体似たようなフォーメーション使ってくるってところがあるよと。っていうふうになってくると、相手は、要は、まあるあ意味、サイドハーフのお二方を、まあとあの、まあ、スリートップのウィングみたいな形で言うんであれば、うん、まあ、日本はスリーバックのこのね、両ストッパーのところが、そのウィンガーをこう食い止めることさえできれば、うん、まあ中盤はここ、噛み合わせになるし、うん まあ、このね、ウィングバック相手のサイドバックと噛み合わせってことで考えたら、相手はね、二人、まあ、後ろで2枚あるよって、どこに対して3枚でこう仕掛けていけばいいってことになるので。なるほど。 まあボールさえ保持できれば、とかデュエルで勝ちさえすれば、いけんじゃねって話はあるんですよね。今も変わらないのかな、エルサドル・バドルはね。一応、多分変わらずに来てくれるんじゃないかなとか。そうなんですよ。ね結構、メンバーは変わったとのことなんですが、ただやっぱり選手、ここのレベルいったら、正直日本の方が上だっていうところがあるので、連携力はまた向こうの方が、やっぱね、あの国内組が多いって形なので、向こうの方が上か,<ー>かもしれませんけど、はい、ただね、4年経って、 当時のメンバーもまさすごいんだけどさ、改めてちょっと今回の代表メンバー確認していきましょうか。ちょっと見ちゃいますもうこのね、19年のメンバーも魅力的、これで試合見たいけどね。ねえ。だけど今回は、はい、ドン。はい。なんか、ああ、なんかそうだね。グッとくるね。すごい。鎧で言うと一枚に枚熱い感じがしますね。実績とかがなんか。 あなるほどな。なんかねこれが4年の歳月ですね先生ね。そういうことで、ね、経験値みたいなのをまとってる感じしますもんねもうね。一応僕はこういうふうな見方をしてはいるんですがまあ一応ね、あのー、今はすでに練習を月曜日から開始してて、まあ、それ考えるとやっぱり旗手、はい、選手はサイドバックみたいな気はどうやらないみたいで。うん 中盤っていうような感じのポ,イントポジションしかやってなかったんですよ。なんでやるんだったら、まあ、いわゆる三笘選手のポジションのところに入るか、なるほどまたあの今回、ちょっとあの川崎壮太選手、実は呼ばれたんですけど、直前の実は新潟戦の終盤でお怪我しちゃったんです、あらまあ、そうですか,だから26人の合宿なんだけど、すでにもう別メニューって感じになってるんで、旗手君、ちょっとボランチかもしれないなってあなるほどはいあったりします。うん でそういう兼ね合いもあるので、ちょっといろいろポジションずらして、僕はこういうふうな書き方したんですけど、もしかしたらこういうこともあるのかなっていうので言うと、なんか練習ではスリーバックに比較に菅原選手が入ってるって話もあったりするんですが、うただ、彼の適性って一応右、ウィンバックだったりするので、彼がじゃあ、伊東純也選手のポジションに行くってなると。る相馬選手のところに畑田選手がいてて降りてくる もあるでしょうねあ,あ,あともしくは森下選手右も左もできるんで、うん、左に森下選手が出て瀬古、はい、選手は3バックだったらどこでもできるので。うん セコ君を右にずらして、伊藤博樹がそのまま左のセンター場かえいて、谷口先生が重置のようにちょっとベンチで構えとくみたいな形でも。なる,なるほど、で,でこの形にすると、あ,<ー>あの、ボランチのところと車道のところとセンターフォワードが3枚ずつって形になるので、<ー>それぞれここのポジションを、やっぱりほら、あ,<ー>あの、60分ずつ、2試合180分ある中で60分ずつ変えてみていくなんてこととかもあるのかな,な名。名探偵がキレキレですね、今日は。<laughs> はあ、<laughs> あ,あ、なるほどところがあるななるほどそういうこともあんのかなとは思います。細かく試すってことだよね、もちろんね。 まさにこれですごいのこの伊藤洋樹選手をスワッパね、スリーバックの一角に据えられたら、うん、最初はこのね、ちっちゃくこっちのここで書かせていただいてますけど、こういうスリーバックにやってると思うけれども、うん、要は伊藤弘樹が左の、ねえー、サイドバックに張り出すってことになったら、うん、板倉と瀬古のセンターバックになって、うん、ウイングバックから菅原きだりが落ちてきてっていうふうにすれば、後ろでフォーバックが完成するし、うん、ダブルボランチの一角のところで、例えば遠藤航選手がじゃあアンカーやって、鎌田選手や森田選手が1列あ 上がるとかうん、うん、そんな形のことができればやっぱりできるよねってこともいろいろありますからいろいろそうなんですにに合わせて選挙に合わわせせ選挙てっていうこともできるのかなというのがあるのでしかも中盤に関してもあの川崎壮太選手は確かに自チームでアンカー以外で出るケースほぼないんですけど。うん 他の遠藤航、鎌田大地、森田秀正、うんね、川辺隼のこの4人は。2列目、3列目できるもんね。そうなんです。で、まさに川村選手に至っては、はい、態度もできるんですよ。ってなると、例えば伊藤選手を1列前に入れて、うん、右ウィングバックの1番手を菅原、2>, うん、2番手川村みたいな感覚でもできますし。 うなんですね、旗手君はね、<ー>結局このフォーメーションでやるんだったら、センター、ーじゃセンターバックの真ん中とキーパー以外、全部やったの、ね、はいはいはい、これ、相手、対策のしようがないですね、これね。<laughs> すごいですね。あ<の>外して外して、外しまくれるんじゃないですか、これは。なんかね、要<ー>は、このチーム見てると、はい、えっとね、誰だ、うん、将棋のと金ばっかりじゃないですか。<この> <laughs> <laughs> あのね、上田綾世選手以外、うん、3つ以上のポジションできますねで,で、あと綾瀬選手もただ実はあんまり知られてないんですけど、サークルブルージュでトップ下もやったんですよ、だから2列目もやるっていうケース、ゼロじゃないかもしれないってこと考えたら、まあ、スペシャリストはね、スペシャリストで、そこにいて全然いいですしね。 あと、ただ、もう一人やっぱ、あの、ほら、全員を活かすっていう言い方だと、うん、こんなのも面白いかなっていうのは、ちょっとここでやっちゃいますけど、うんうん、ちょっとね、あの、声で合わせていくから、ちょっとごめんなさいね。はいはいはい。U トップで一角に上田綺世。もう一角に久保竹房っていうレアル組成長。はいはいはい、はい。で、ダビド・シルバーの位置に鎌田大地、うん。なるほど。 左に三笘入れて、右に伊藤入れて、全員取り、そこを操っていくエンドをえかて。だからやっぱり、一応ね、見るアカでも、カタールワールドカップの時から森保さんは、それぞれ今、日本代表に所属している選手が、それぞれのチームでやってるフォーメーションをできるようにさせていってんじゃないかみたいなことを動画でも言いましたけど、リアル・ソシエダから。 型でもブライトン型でも、うん、それこそこういうウイングバック使うようなスリーバック型でもやっぱりセルティック型でもというか、うん、なんかどれでもできる形をちょっと整えつつあるなーっていうのがもちろんフランクフルト型とかもそうですけどカタールの続きを見てるかのような、ね、そうですね感じがしますよねだからこの信じられない超可変型ってことが今やっぱりヨーロッパでもあのジャパンモデルみたいな感じでまさに言われてんですよね、えー、うん本当にすごいすごいよねうん、うん だこれをあの行えるメンバーをさらに若い世代の中からこういうふうにすぐ瞬時にこう入れ替わらせていくってことができるメンバーを今、整えていってるって状況だと思うので幕の内弁当的なねそうですね。の代代わり弁当的なね <laughs>、えー、思えばねワールドカップメンバー多いって言っても実はもう半分ぐらいあの若で入ってきてるってところもありますからよく考えると。幕幕ね、こううやってんんだねねそうなんですよ、ねはいはい だ大迫選手とかはまだ呼ばれてないとか、例えばマヤ選手とかも今回もいないよとかってのあるけど、うん、やっぱもうできるベテランに関しては呼ばなくていいっていうのがやっぱり方針なので、若手で、だから今のうちにチャンスが与えられてるうちに、どれだけこの可変に対応できるかってのが入ったんだろうのが、そうかそうか、うん、ここぞっていう時にね、足りなきゃ呼べばいいんですもんね、そこの,人の中から、そうですね。はいはい、でもだからこれが、例えば今回のメンバーではまらないようだと、ちょっと表紙に戻しますけど。はは、うん、はいはい、はい 要は、これ、どっかで見たフォーメーションだってのがやっぱりあるじゃないですか。この3241とか325みたいな形。うん、だもしかしたら、今回でハマらなければ、このフォーメーションをやらないか、うん、またはこのフォーメーションをよくやってる札幌とか、なんなら藤枝、うん、とかから呼ばれてくるなんてこともあるんじゃないのかな、なんて思ったりしますね。なるほど。<laughs> はい。ああ、金子さんやる、ね。そうですね。菅選手とか、田野雄也選手とかも、次回はあるかもしれないな。本当ですか。 だもう、久保藤郎選手も呼ばれるあるか、渡辺亮さんだってあるかもしれない。横山選手だってあるかもしれないってどね。ああ、岩渕亮太選手も呼ばれるあるかもしれない。 さあ,あ、どうなっていくんだ、日本代表。あ楽しみになってきた。ワクワクしてくれるし、はい。6月15日木曜日、はい、夜19時頃からキックオフですからね、皆さんね。<laughs> <laughs> JFA の方なんですかね、先生。いや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 。くっつ欲しくなりましたけどね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> すありがとうございました。ということで、続報ももろもろね、あの合宿していしょい、やっていきましょうから、また、ミルワカ、注目していていただけると、んなでワいワ,ワイできるかなと思います。よろろんということで、毎日やっております。ミルワカ、いろんな話題をお送りします。のでチャンネル